いらっしゃいませ。あれ、今日は随分珍しい組み合わせですね。よう、ノム。ま、ちょっといろいろあってな。そんなことより、カティ、どうやらちょっと問題が起きているようです。問題？その後ろの子は誰？はじめまして、私ソフィーって言います。問題というのはこのソフィーのことです。少々長い話になりますが、順に説明します。なるほど、そんなことがあったのね。大変だったわね、ソフィーちゃん。はい、おっと、そういえば私はカトリーナ・バルバストル、この水晶の輝き亭の店主をしているの。ま、みんなからはカティって呼ばれてるから、ソフィーちゃんもそう呼んでちょうだいね。ノーム・ディモルティエと言います。このお店でカティさんに雇われている店員です。とは言いつつ、実質このお店を仕切ってるのはノームなんだけどね。もう一点、カティはこのロイテールの街ではサブリーダー的立場でもあります。だから情報が必要ならばここで聞くのが一番だと思ったのですが。残念だけど、もう一人のプラフターだったかしら。その人のことは私も知らないわ。そうですか。けどそういう事情ならエルビーラ様に聞くのが一番手っ取り早いかもしれないわね。それってこの世界の神様ですよね。でも絶対に人前に出てこないんじゃ。普通はそうなんだけど、ただ一人エルビーラ様と会うことのできる人がいるのよ。エルビーラ様と最初に出会った人間であり、このロイテールの実質的なリーダー、ラミゼルだけは唯一エルビーラ様と自由に会って会話することを許されているのよ。へえ、この町のリーダーさんはラミゼルさんって言うんですね。おばあちゃんと同じ名前の人。まさかそんなことないよね。ソフィーちゃん、どうかした？ううん、なんでもないです。それでラミゼルさんはどこにいるんですか？それがね、今は用事があって町の外に行ってるのよ。いつ戻ってくるかとかはわからないんですか？悪いけど私も聞いてないのよね。ま、どこに行ったかくらいは調べてみるわ。ありがとうございます、カティさん。じゃあ待ってる間に町を案内して。それよりアレット、何か忘れてるんじゃないかしら。え、あ、忘れてたのね。あれほど急ぎだって言ったじゃない。まあ人助けしてたって事情は分かったから怒りはしないけど。ごめんなさい、すぐやるから許して。あの、依頼って何のことですか？うちのお店には町の人たちからの依頼が集まる掲示板が設置されているんです。依頼者はそこに自分の頼みと報酬を書き込むことで、それを見た誰かに請け負ってもらうんですよ。私もある魔物の素材が急に必要になってね、アレットに頼んでたんだけど。魔物の素材ですか？それなら私もお手伝いできるかも。え、いいの？うん、ずっと助けてもらってばかりなんだし、これくらいはさせて。それなら私もお手伝いしましょう。微力ながら力になれると思います。ソフィーさん、プラフター、錬金術師の役
俺様は別の依頼があるんでな。じゃあな、頑張れよ。白状者、ケチ用心棒。せっかくソフィーさんたちも手伝ってくれるなら、依頼を受けるところからやり直したらどうですか。そうすれば他の依頼を受けたくなった時にもどうすればいいか分かると思いますし。そうね。それじゃあソフィーちゃん、依頼の受け方と報告について教えるわね。受けようかな。これならきっと大丈夫。ソフィーちゃん、よろしくね。そうそう、これで依頼を受注したことになるわ。やってみると簡単でしょ。依頼の内容と今回の場合はどこでその魔物を見つけられるかも依頼書に書いてあるから。依頼内容を忘れちゃったらいつでも依頼書を見返して確認してね。風が気持ちいいね。なんだか懐かしい感じがするよ。えい、見つけた。てやん。草原は風が気持ちいいし、お散歩するにはちょうどいいよね。欠点はお宝がないことくらい。植物は採取した後が大切です。みっけ、腐らせないように持ち帰らなければ。えい、てやん、イエーイ、てやん、私ほんとダメなんだけど。てやん、興味ないな。あんまし高く売れないんだよね。えい、
これこれ。ごめんね、少しだけ積ませてね。よいしょ。綺麗な花には申し訳ありませんが、錬金術のためです。てやん、ごめんなさい。てやん、えい。宝石があると錬金術で作れるものの幅が一気に増えるんだよね。てやん、これこれ。重いよ。よいしょ。私はいい気がしませんね。じゃあ今度は攻撃で連携を見せちゃおうよ。賛成です。作戦を言います。二人とも聞いてください。素材も手に入りました。早くカティのところへ報告しに行きましょう。
よくわからないときはいろいろまとめて詰め合わせとして売るんだよ。草原は風が気持ちいいし、お散歩するにはちょうどいいよね。欠点はお宝がないことくらい。小さい虫がついてることあるし、植物は生き物だからね。丁寧に丁寧にっと。依頼があるかな。この依頼を報告。はい、確かに受け取ったわ。3人ともお疲れ様。ソフィーさんたちが手伝ってくれたおかげだよ。あっという間に終わっちゃった。依頼をこなしている間に調べてもらえるとの話でしたが、早すぎたでしょうか。情報収集は私のお箱よ。ノム、調査結果教えてあげて。はい、ラミゼルさんが向かった先が分かりました。場所はニエルの森です。ソフィーさんにも分かるように説明すると、草原を抜けた先にある森ですね。さすがにどうしてそこへ行ったのかまでは調べられなかったけどね。その代わりにこの地図をあげるわ。この地図ならアレットちゃんからもらったのがあるんですけど。それって結構前の地図でしょ。これは一番新しいものよ。この世界は少しずつ広がってるから、それに合わせて地形が変わることもあるの。だから定期的に更新する必要があってね。これは昨日できたばかりの最新版よ。まあニエルの森はそんな遠くないけど、魔物も結構いるから気をつけていってね。香りが苦手です。長く嗅いでいると頭痛が。そうだソフィー、
道すがら調合に使えそうな素材を採取していきませんか。この世界でしか見られない素材も多くありますので損はないはずですよ。そうだね。もしかしたら新しいレシピを思いつくかもしれないし。ふーん、二人がそう言うなら私も手伝うよ。使えそうな素材が見つかったら教えてね。草原はいいですね。草木に隠れてない分素材も見つけやすいですし。風が気持ちいいね。なんだか懐かしい感じがするよ。よいしょ。鉱石は何かとよく使う素材です。絶対に持って帰りましょう。よし、これなら。よいしょ。綺麗な花には申し訳ありませんが、錬金術のためです。ごめんなさい。てやん。てやん。てやん。さっきまで全然降ってなかったのに。ああ、この辺りはずっと雨が降ってるんだよ。ずっと？この世界が人々の無限をもとに作られたことは知っていますよね。その元になった無限が雨だった場合、天候も雨で固定されるようです。そうなんだ。なんだか今までで一番異世界っぽいかも。確かにそうかもね。